皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。はい、今回はですね、スキマスイッチやります。全力少年です。スキマスイッチさんといえばですね、名古屋の出身のようでございまして、名古屋といえば3月11日ガズレレ大合唱ツアー in 名古屋開催です。チケット残賞です。あとちょっとチケットありますので、迷っている方お早めにゲットしてください。ちなみに前日の3月10日ガズレレ大合唱ツアー in 大阪はチケット完売、ありがとうございます。ソールドアウトになりました。どうもありがとうございます。楽しみましょうね。はい、でその3月10日と3月11日はですね、このガズレレ W ボリューム3の先行発売日ですから、日本で一番早くこの本を手にできる、そういう日になっておりますので、はい、あと3月10日の大阪の方はですね、二次会はちょっと参加できるかもしれません。ちょっとあのホームページ、ここにリンク貼っておきましょう。イベントページのね、ホームページ。はい、でですね、あ、昨日ねちょっとレポさせてください。中野ガズレレ祭りっていうのをやります。写真をご覧ください。この1枚の写真で全てが分かると思います。どうぞドーン。はい、見てください、超大盛りです。もうね、面白すぎても大変でしたけれども、はい、こんな感じで全国でまあわしゃわしゃ2018年は活動しようと思っておりますので、皆さんどっかに会いに来てくださいね。さあ早速全力少年の方に入っていこう、いきましょう。いつものように2バージョンやります。前半はですね、初心者さんでもなるべくできるようにゆっくり簡単シンプルバージョン、ガズレレ独自ですからね、はい、やります。途中解説をして、後半は結構かっこいいリズムアレンジ、ノリノリのあの感じが出せるように、2バージョンやってみようと思います。そしてですね、ウクレレやってみようって思いません？ウクレレやってみる、やってみないですか？やってみたいけど私できないのよって方が多いんですけどね、そんなあなたこそやってもらいたいです。音楽はですね、あの誰かのね、あの褒められるためにとかじゃなくて、自分やりたいからやるんで、別に下手でもいいんですよ。下手でもとにかく やってみるとその面白さが分かりますよ。自分で楽しむのが最高ですから。はい、でどうしたら始められるでしょう。今ご覧になっている YouTube で、レッスンしましょう。私がこのガズがですね、ウクレレの持ち方からコードの下げ方全部優しくあのレッスン動画公開してますんで、ここに今リンクあるんですけど、そこのね、初心者レッスンはここというところを押してもらって、数字の1から順番に動画を見てもらいますと全てわかるようになっておるんですよ。ぜひ始めてみてください。じゃあここのリンクから、初心者レッスンはここをクリック。いってらっしゃいかし。はい、いってらっしゃい。その、下の方にはですね、450曲以上ある簡単ウクレレ練習レッスン動画の倉庫になってます。ぜひ一回見に行ってくださいね。ここでですね、今回見慣れないコードがさ1個出てくるんで、先にそれを解説しましょう。それはですね、ガズレレ流オリジナルコード F 星という表記になりますが、見てください。これ F と C を同時に押さえているコードを、ちょっと初心者バージョンの方ではこのコードを使いたいと思います。 F 星よくガズレレでは出てくるんですけど、これはですね、すなわちここに書いてあります、F マイナーというコードが初心者さんすごく抑えるの難しいんですよ。 F マイナーのところは全部 F 星に置き換えて弾いてしまおうという、ちょっと一応やっておきましょうか。 F ってこことここですね、こうやって押さえて、ここに1弦の3フレット、ここを足して F 星。ここは私は小指で押さえちゃったりするんですけど、まあ薬指でも小指でもどっちでもいいんですけど、これを F マイナーの代わりに使うというのを初心者バージョンではやってみようと思いますので、それを踏まえてください。それでは全力少年スキマスイッチ、まずはシンプル簡単バージョンの方からやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。今前奏ですよ、 E マイナー、 A マイナー7からの F、 もう一周、はい、C、 F でワンブロック伸ばします、はい、ワン、染みついた孤独ロンリー、
て全力少年、初心者さん向け超ゆっくりバージョンの、しかも激簡単バージョン、ショートカットバージョンでやってみました。2番はやりたい方ですね、今ノートを見せようと思いますので、それで自分だけのオリジナルノートを作っていくのがすごく頭に入って、曲の構成とか全体像が分かりやすいんでおすすめですけど、で今ノートを見せる、このノートがこういう本になっておるわけでございます。これ面白いですよね。なので、まあ私のさっき書きたての手書きのノートですけど、まあ見てください。いつものことなんですけど、上の段に書いてあるのは今やったシンプル簡単バージョン。下の段にこういうふうにブルンって書いて、こういうふうにね、こういうのは、下の段は難しいバージョンです。上は今やったシンプルバージョン。これで使い分けしてくださいね。ここもこういうふうに下の段にあります。はい。ではコードの解説じゃなくて、楽譜を見てみましょう。イントロ。これ ×4 って書いてあるけど、今2回やっただけです。この丸×も後で説明します。まず上の4行目持ってください。はい、どうぞ。一時停止で。点と線は、点はタイミング、線はメロディーラインですかね。私流の。はい。で、後半の。全部いっちゃおうか。まあ、一時停止して、動画内のテロップと示し合わせてちょっと書き込んでみてください。はい、いいかな。はい、じゃあコードの解説をします。C、A マイナー、F、F 星、D マイナー、D7、G7、E7、E マイナー7が今出てきたコードでございます。はい。見ていきましょうか。C と A マイナーと F。F 星っていうのはちょっとイレギュラーなんですけど、これをちょっと隠してしまうと、これは完全にガズレレ必須コードですね。ガズレレ必須コード。はい。こちらはですね、私のガズレレアレンジ、超簡単ウクレレアレンジでやりたいときに、YouTube とか合わせるときにね、たった8個のコードを覚えておくと、ほぼ、コンプリートできてしまうという、夢のようなコードでございましてですね、これをどうしても皆さんに覚えていただきたいので、以前私がね、分かりやすく面白く撮ったそれを解説している動画がございます。ここにリンク貼っておきます。ガゼレレ必須コード完全ガイドというかですね、人格として覚えるんですよ。兄弟だとかね、親戚だとか言って、そういう覚え方すると頭にスーッと入ってきて楽しく覚えられますので、ぜひそこをマスターしてください。でねさっき説明した F 星っていうコードあったじゃないですか。最初に私が説明したこれね。これって本当は F マイナーっていうコードを弾きたいんだけど、F マイナーっていうコードは初心者さんにはちょっと抑えづらいから、これを逃げるために私が考え出した技でございまして、後半のかっこいいバージョンで F マイナーというコードが登場します。なんで、今 F 星だったところは全部 F マイナーになりますが、ちょっとこの解説しましょう。F マイナー、抑える場所。ここと C のとこと、ここと、ここなんですよ。なので、こういう風に押さえるのが、一応定番の一般的な押さえ方だと思います。人差し指が一番上がいいですね。人間工学的に見て。はい。で、これが教科書通りなんですけど、私は教科書通りにはやらない人なんで、ガズの押さえ方はこう、上からこう、親指でここの4弦の1割と押さえて。はい。でも、どっちでもいいですよ。押さえやすい方で。はい。これやってみてください。あんまりおすすめしてないのは、こっちが、中指が上になっちゃうパターンは、私はちょっとあんまりおすすめしてないかなと。まず、こういう風に手が角度がなるっていうのは、この辺にすごく無理がかかると思うんで、こっちにね、しといた方が、体が楽ですからね。なんで、これでちょっと押さえてみる。これが定番です。で、ちょっとサボりの人はこうですね。はい。指のちょっと使い方が変わります。これが F マイナー。で、あとね、A っていうコードが出てくるんだ。ちょっと今書き忘れてた、俺。A。よいしょ。それすごいでしょ。この撮影しながらスタンプを押して書き込むっていうね。A が一瞬一個だけもう本当にね、笑っちゃうぐらい一回だけ出てくるんですよ。反拍。A はね、まあまあ、そんな難しいことじゃないんだけど、まあ覚えておくといいでしょう。はい、書きました。これです。A。どこに出てくるかっていうとね、ここに一回出てくるだけなんだけど、1、2、1、2拍だけですから。本当一瞬だけど一応出てくるんで書いておきます。A ですね。A は別に説明することないけど、 A マイナーのところ、 A マイナーのとことここですね。こうやって押さえます。これが A。 はい。このぐらいならコードの解説は。あとはですね、8ビートでやろうと思うんですけど、一回演奏して、演奏の後にちょっと詳しく見てみましょう。決めとか止まるところとかちょっとありますんで、まずはデモ演奏、かっこいいバージョンやってみます。 1,2,3,4 アップで B マイナー、アップで F、 もう一周、つまずいて転んでたら置いてかれんだ、
愛全力少年かっこいいバージョンやってみました。この曲はですね、シンコペーションでこうアップでコードが変わるのがすごく多くて、それが毎回じゃなくて入ったり入らなかったりするっていうところがキーポイントというか難しいというかかっこいいところであるんです。まずですね、イントロのアップで変えるやつね、これ動画の中でも言ってたんですけど、アップで変える、これは結構8ビートできる人は分かってくれると思う。その後の歌前のワンブロックの決め、ダツツダダダツツですね、 F で丸パツパツ丸丸丸チャッチャダツツダダダうんって始まります。ちょっとここだけやってみようか、イントロの一回ししてからそのワンブロックいきます。マイナス M からアップで F でここです。はい、ダツツダダダうんとなななななってなりますね。はい、この辺ダツツダダダうんダナナナナナナナでこういう風に入っていく。ここのダッツッツッタッタッタ、これカッティングです。で、あ、そうだ、基本的にはこの曲8ビートのチャっていうリズムを使ってます。これはですね、ここにリンク貼っておきますけれども、ウクレレで弾けるリズムグルーブいろいろという中から8ビートのチャっていうのを基本にしてください。あと今やったダダダ、こういう左手でこういうのカッティングって言いますけど、そこのところにもカッティングっていうところありますんで、ちょっとやってみると、分かりやすいかもしれません。そしてですね、ちょっと全部を解説するのなかなか難しくて、どこに入るかっていうのをですね、視覚的に書いてみました。この、今最初黄色で書いたんだけど、ちょっと分かりづらいのでピンクで書き直したんですけど、ここが書いてあるところは全部アップでコードを変えます。つまずいて、で、ダンダダダン、ジャンジャンジャジャジャバーンっていう感じですね。ピンクのところはアップで変わる。ピンクじゃないところは普通の頭で変わるってことです。ちょっとこれ参考までもう一回メモってください。このピンクのところ。これで、ここをいうふうに面で書いてあるところは両方です。はい。ここは、見た話な、染みついた孤独ドンディ、孤独ダンダツタン、両方ダブルアップで変わるところですね。ねねねねねねねツタン、ここし。で、ここは、パッパッパ、ここがあと解説します。で、こういうところ、ここも、アップ、こういう面で書いてあるところも全部アップです。要はシンコペーションのところはピンクで書いてありますんで、ピンクかなんか色でメモっといてください。はい。丸書いてあるところと棒のところですね。OK ですか？ここのところをアップで弾いてます。シンコペーションで。じゃんじゃん、じゃじゃじゃ、じゃんじゃじゃんじゃじゃじゃん、じゃんじゃんじゃ。はい。ちょっと一行目やってみようか。つまずいて転んでたら、ワン、ツー、スリー、フォー。つまずいて、バンダダダ。頭で、ダンダダンダダ、バンダダ。こういう感じです。じゃんじゃんじゃじゃじじゃんじゃじゃんじゃじゃじゃん。はい。こういうのが応酬になっておりますね。ピンクのところをアップでできるように、私の動画とちょっと一緒にやってみてください。かなり難易度が高くなっちゃったんで、私の提案を言いましょう。ずっと何も考えずに8ビートで気持ちよく弾いてください。そうそうこうなります。つまずいて転んでたら置いてかれんだ。この水の、はい。これでも、もう全然かっこいいですからね。言っときますけれども。はい。シンコペーションを入れると、なんかリズムがこう前に前に、それこそこの曲全力少年だから、前のめりに行く感じがすごくこのシンコペーションで出てるんで、これはちょっとやっておきたいなと思ってやっただけですので、まずこれ結構言っときます。難易度高いので、まずは8ビートで気持ちよく何も考えずにストレートにドーンと最後まで行くのをおすすめします。それができたら、この私の今やったピンクのところのシンコペーションバージョンにちょっと、挑戦してみてください。これが大事ですよ、皆さん。こうランクを、なんていうか、段階がありますからね。はい。まずは自分が気持ちよくできるのを優先してください。で、途中で、試されてまでものところ、パッパッパ止まるやつ。試されてまでも。ここ、これはカッティングです。一個弾いたら、要は大げさにやると、こうやって止めてんですよね。これをこの場でやってる。はい。このカッティング止めてみましょう。試されてまでもここにいることを決めたのに、ここのシンコペーションのこの応酬結構かっこよく回り難しいですからね。はい、そんな感じです。なかなかね、濃厚な感じになりましたけど、全力少年スキマスイッチガズレレバージョンやってみました。やった、よし。はい、皆さん、ガズレレホームページをご覧になってください。リンクここに貼ろうと思うんですけど、昨日うまくリンクが貼れなかったので、もしかしてリンク貼れてない時はですね、ここで検索してください。とにかくここがキーワードになります。はい。よろしくお願いします。そういうわけでガズレレで大合唱ツアー2018行くんですけど、名古屋は3月11日、3月10日の大阪はソールドアウトになりました。
チケット完売です。ありがとうございます。他の会場もですね、ちょっとご検討している方、早めにチケットをゲットした方が、いいと思いますので、どうもぜひよろしくお願いします。あと、ガゼレルタボボリューム3もね、はい、発売になりますよ。3月16日に。アマゾンでは予約受付中でございます。はい、ハワイに行くんですよ、今月ハワイ。はい、これの方も、もし、全部情報はホームページにございますので、いろいろ気になることがあったら、ぜひお目地見てください。それでは今回のガズレレレッスンはこれで終わります。さよなら、バイバイ、またね。おい。